ともかく一頭が走り出した。 俊生の放つ宝剣をかわし様に合わせた右は、正確に俊生の顎の先端を捉え、脳を頭骨内壁に激突させ、あたかもピンボールゲームのごとく頭骨内での振動激突を繰り返し生じさせ、典型的な脳震盪の症状を作り出した。さらにはすでに意識を分断された俊生の下顎へダメ押しの左アッパー。 崩れ落ちる体勢を利用した左背側による回し蹴りは、俊生をさらなる遠い世界へと連れ去り、全てを終わらせた。その間実に2秒、声を忘れた観客たちはただただ目前の状況を見守るのみ。勝負あり。 もうじき18歳を迎えようとする少年ハンマ・バキ、ベストコンディションの姿である。